今回は週刊少年サンデーでコナンが連載休止となっている真相について考察します。名探偵コナンは毎週水曜日に発売されている週刊少年サンデーで連載されていますが、ここ最近は一つの事件が終わるたび数週間の休載を繰り返しています。動画を公開している現在、2020年3月の時点でも休載中で、再開されるのは4月の中頃。次の展開がめちゃくちゃ気になるのに全然掲載されず、もう厄介なんだよって状態です。まあコナンは連載が始まって27年にもなるので、続いているだけでもすごいとは思うけど、救済ばかり繰り返しているのはどうも気になりますよね。どうして救済を頻繁に繰り返しているのか調べていたところ、3つの衝撃的な説が飛び込んできました。3つの説を順番に紹介して、ホピー独自の考察もお話ししていこうと思います。1つ目は作者の青山先生が体調不良という説です。青山先生はこれまでに何度か体調不良でお休みしたことがありました。2015年と2017年には体調不良で長めにお休みしていて、コナンも長期の休載となったことがあります。過去に何度も体調不良で休載をしていたため、今回連載がストップしているのも以前のように体調不良が理由ではないかと噂されているのです。確かにありえそうな気もするけど、ホピ的には体調不良ではないように思います。その理由は今回は特に発表がないからです。これまでに体調不良で休載した2015年や2017年の時には体調不良が理由だと公式に発表されていて、青山先生直筆のメッセージも掲載されていました。でも今回はそのような発表はされていません。そのため今回休載になっているのは青山先生ではないところに原因があるのではと考えられるでしょう。2つ目はコナンは間もなく最終回を迎えるという説です。コナンは連載が始まって27年にもなるかなりの長寿漫画。しかも某猫型ロボットが活躍する漫画みたく1話ごとに話が作られるタイプとは違って、コナンは少しずつ物語が進んでいくタイプの漫画。そのためボスをぶっ倒したり、コナンが工藤新一に戻ったらそこで完結となります。そんな中コナンの物語も徐々に核心に迫ってきました。2017年にはボスがカラスマレイヤーだと判明したり、2020年の終わりには組織のナンバー2ラムの正体も明らかになっています。ラムの正体が分かり、黒の組織との対決はボスを残すだけですから、最終回が迫っているためなかなか物語を進められずに救済で引き伸ばしているのではと噂されているのです。確かにこれもありえそうだけど、この説もホピ的には違うと考えます。紹介したようにラムが判明して黒の組織はボスを残すのみの状況というのは間違いありません。でも他にも回収されていない伏線はまだまだたくさん残っています。例えば怖すぎる顔面を持つ黒田兵衛や安室さんを気絶させるほどの戦闘力を誇る若狭ルミなど、怪しすぎる人物の正体もまだ分かっていない状況。また平次と和葉がいつまで経っても付き合わないことなど、厄介なのよな内容はまだまだたくさん残っています。さらに言うと、一つの伏線回収にありえないほど長い時間をかけるのもコナンの特徴。ラムが判明したのも6年以上かけてようやく判明しました。伏線回収に何年もかけるのが当たり前のコナンですから、カラスマレイヤーがひょこっと登場してそれをコナンチームが一瞬でボッコボコのギッタギタに叩きのめして最終回を迎えるようなことはありえないはず。残された伏線の多さや伏線回収に何年もかけるコナンの特性から考えると、最終回はもっと先なのではないかと考えます。さらに付け加えると、大人の事情からも最終回はまだまだ先となると予想できます。それはコナンが持つびっくりするほどの経済効果です。コナンの映画は来場者数がどんどん増えていますし、数々の社会現象も生んでいます。例えば100億の男となった安室さんが主役で登場したゼロの執行人では、安室さんが表紙の雑誌が全国で売り切れを連発し、本名の古谷のハンコがバカ売れするなど凄まじい経済効果を発揮しました。週刊少年サンデーとしてもこれだけ人気のある漫画が終わってしまうと大打撃。ホピが社長なら毎月映画を撮ってもっとボロ儲けしてやりたいくらいです。コナンは黒の組織とのバトルが魅力とは言っても、平次や怪盗キッドなどを登場させればいくらでも面白い話が作れてしまいます。そのような大人の事情から考えても、最終回はまだまだ先で、救済している理由は別にあると考えられるでしょう。
このように作者の体調不良の説と最終回が近いとする説の2つを紹介しましたが、どちらも違うかなと考えられます。となると救済が続く原因は一体何なのか。ホビが考える最も有力だとする説は、黄色の弾丸で何かしら重要な事実が明かされるのでサンデーを救済せざるを得ないということです。黄色の弾丸は2020年の7月に公開される予定でしたが、なんやかんやあって1年延期となりました。映画は1年延期になったけど毎週の連載は変わりません。となると、もし映画で何かしら重要な事実が明かされるとしたら連載を待つしかなくなってしまいます。おそらく映画では本編の核心に迫る何かが明かされるので、それまで連載を引き延ばすしかないのではないでしょうか。映画と原作は別物扱いではあるものの、これまでには沖谷スバルが赤井さんの声で了解と言ったり、ラムが声だけ映画に登場するなど原作と関係するシーンはたびたび描かれてきました。このように映画で何かしら重要なシーンがあるとなると、毎週の連載も調整をしなければいけなくなってくるのです。となると、ヒーローの弾丸で登場しサンデーを救済しなければいけないほど重要なシーンとは一体何なのか。その一番有力な内容は赤井つとむに関することではないでしょうか。ヒーローの弾丸で赤井つとむの情報が判明する説は他の動画で紹介しているので、そっちもぜひ見てもらえたら嬉しいけど、ヒーローの弾丸で赤井ファミリーが大集合することや、原作の流れから見ても赤井つとむに関係する何かしらのシーンがある可能性が高いのです。17年前に羽田浩二を殺した犯人を追って行方不明になった赤井つとむは、本編でもほとんど情報が明かされていませんでした。しかしここ1年でいろいろと新しい事実が明らかになっています。週刊少年サンデーで2020年の3月に発売されたなぜ泣いているのエピソードでは、メアリー・セラが幼児化した真相が明らかになり、生きている状態の赤井つとむも初めて登場しました。残念ながら赤井つとむはベルモットの変装でしたが、赤井つとむが話すシーンはこの回で初めて登場です。そしてこの回は映画が本来公開されるはずだった1ヶ月前のタイミングでもありました。となると、本当ならサンデーで赤井つとむに関するシーンを書いておき、映画ではさらに重要な事実が判明する予定だったのではないでしょうか。またそうなってくると映画の内容を踏まえて連載も調整しなければいけなくなります。そのため少年サンデーでは赤井つとむに関する何かしらのシーンが控えているものの、映画が1年伸びたために救済しながら引き延ばす必要があるのではないでしょうか。今までコナンが救済するときは体調不良とか何かしら発表があったのに、最近は特に発表もないままでの救済が続いています。1年延期した映画が関係し、赤井つとむに関わる衝撃的な事実が明かされるため、連載もストップせざるを得ないのだと考えられるでしょう。今回は週刊少年サンデーでコナンが救済している理由について考察してきました。ラムが判明して次の展開を楽しみに待っているのに、救済ばかりでとってももどかしいですよね。青山先生の体調不良や最終回が近づいている説は可能性が低いかなと思うけど、ヒーローの弾丸では本当に赤井つとむに関係するシーンがあるのか、また今後の連載ではどんなエピソードになるのか楽しみに待ちたいなと思います。皆さんはどうして連載がストップしていると思いますか？核心に迫る衝撃的な事実を知っている人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。